い、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。今日ねニュース見てましたら、困難、よいしょ、出てきました。日刊スポーツからですね、ヤフーニュースに入ってます。すでにですねコメントが2216ですよ。これ16時30分と言いますから、まだ1時間半ですね。ロッテ、佐々木、これ何と読むんでしょう。な吉則でしょうかね。1郎2郎のですね、右に月がついた郎ですねに、希望の木ですね。なんていうもんやろ、また怒られる、調べてから喋れって言われる。出てけへんやん、うわ出てけへんわ。佐々木なんていうもんでしょうこれね、佐々木朗希、その通りか、佐々木朗希投手ですね、が完全試合、巨人牧原以来28年ぶり13連続奪三振の日本新とダブル快挙って、またすごいのが出てきたんですね。もう全然私あの野球なんか見ませんから、全然佐々木朗希選手なんか、ね、知らんのですけどね、ちょっと読みましょうか。ロッテ6-0オリックスですね、10日ZOZOマリンスタジアム、千葉にあるところですね。ロッテ佐々木朗希投手過去20、若いやん、高卒のルーキーですかね、ルーキー2年目ですかね、プロ野球28年ぶりの完全試合を達成した、すごいやん。これ今日観客何人ぐらいいるんでしょう、1万人ぐらい入ってるんでしょうかね。なんかあれ制限あったんでしたっけ、なんか、開けて座らなくなるのか。初回から歴史的な奪三振ショーを展開、自己最速タイとなる164キロの直球を中心に、140キロ台後半の高速フォーク、フォークがね140後半とか出たらほぼ打てませんよ。お前が偉そうに言うなって言われそうですけど、私の知識の中ではですね、140キロ近くのですねフォークっていうのはあのほぼ打てないという印象なんですけど、あのそれを140キロ台後半って言ったら直球やん、普通の投手が思いっきり投げれるぐらいの速さでしょ、それこんなこと手つまみ投げはるでしょ。なんそれってどんな指してんやと思いますけどね。140キロ台後半の高速フォークとコンビネーションで1回西吉田忠から5回3アウト目西村まで13者連続三振、すごいやん。うん、5回まで完璧やってんな。64年ぶり日本記録を更新した。これまでは57年阪急根本達夫、58年土橋正幸の9者連続、9社がいきなり13になってんの。すごいやん、なんか偉い人が出てきましたね。その後順調にアウトを重ね、9回西27人目の打者となる代打杉本を空振り三振に打ち取り快挙達成。94年5月たら僕まだ野球見てたんちゃうんかな、いやギリギリ見てたぐらいですね。まだ牧原って覚えてますよ、なんかあの若いのになんかすごい速い球投げる人だって、もうとっくにいたしましたね。94年5月18日に巨人牧原広美でいいんですかね、これはが広島戦で達成して以来21世紀初の快挙、20歳5ヶ月での達成は史上最年少記録となった。うわーすごいやんな。へえ、この人去年 何勝しはってんの、19奪三振も95年の野田浩二オリックスに並ぶ日本タイ記録、19奪三振3区27やから8人は
バットに球が当たって前へ飛んだということですね。はい。すごいわ。でもこういう話っていいですね、なんかね。なんかこう、暗いニュースばっかりのところに、ね、非常に明るいニュースやん。野球見てへんでもね、それなりに、うわーと思いますもん。試合後、ヒーローインタビューに立った佐々木朗は、佐々木と他におるんでしょうね。だから朗なんですよね。最高ですと大歓声を浴びた。そりゃそうでしょ。あかん、それこれ最高にしてからあかんね、もう2、3回やらなあかんね、ほんまに。そしたら2回目の方が良かったですとか言えるんや、言うてみたいわ、ほんまに。完全試合の意識は正直あまり意識してないです。打たれたらそれでいいかなと思って最後まで捕手の松川を信じて投げましたと喜んだと。いやーすごいな、その佐々木選手ってどんな選手なん。佐々木朗希2000、ウィキペディアが出てますね。あのね、榊敦史のウィキペディアあるんですよ。あんまり見てないけど。岩手県陸前高田市出身ね。右投げ、右打ち、高校生の日本最大、日本歴代最速となる163キロ。もうあれやん、完全試合の出てるやん。大船渡市立第一中学軟式、県立大船渡高校に進学、あれやん、甲子園行ってないんちゃうの。そんなあれですね、甲子園に行ったって書いてないやんね。19年10月17日のドラフト会議で北海道日本ハムファイターズ、千葉ロッテマリーンズ、東北楽天ゴールドイーグルス、埼玉西武ライオンの4球団から1位指名です。甲子園行ってないのに、でもみんなやっぱりあれや、あれなんですね。行ってないよね、行ってないよな。令和の怪物、こんな選手を擁しても行けないんですね。全部完全試合やってたら行けたのに、ね、そんなことないか。そうか、故障予防のためで出さなかったら負けたと。なんか新聞に出てましたね。はい。で去年は2020年から入ってるんですね。ルーキーイヤーは1軍2軍とも公式戦登板なく。21年春季キャンプを1軍スタート。レギュラーシーズンでは11試合に先発して3勝2敗防御率 2.2 になってすごいやん。今シーズンはですね、ローテーション入りですね。4月3日に初勝利っていうか、これ2勝目ですか。はすごいわ。でもウィキペディアに出てるっていうところがすごいですね。はい。まあどっちにしろなんていうかこう明るいニュースですやん。今後の活躍が楽しみですね。であんまり活躍するとね、大谷選手みたいにアメリカ行ってしまうんです。ただあれなんかルールがあるんですよね。何年間かは所属しなあかんとか、なんかそういうルールがあって、それでも行きたいだったら行けるわけでして、まあ、ずっと日本にいるというのもいいでしょうけどね。こういう選手はもうなんかもっともっと大活躍してほしいですね。160何キロやって。すごいやん。まだ大学3年生でしょ？大学行ってたら。160何キロカカーンとホームランを打つような選手も出てきてほしいですけどね。まあどっちにしろ私野球は見ませんけどね、こういう話をどういうのかな、こういうニュースを読むというのは嫌いではないですよ。嫌いではないですよ。
どうせ今日のスポーツ、あの野球、スポーツニュース、夜のあれ、ね、ニュースとかで、これ、盛んにやるんでしょうけどね、まあ、どっちにしろよかったやんと、こういう選手がですね、大いにプロ野球を盛り上げてくれるんちゃうのと、ね、で、だん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 ね、話題が出てくると、また僕も1回ぐらい見ようかなみたいになるんですよ。はい、まあ、ということでございまして、特に春ページございませんので、よかったやんという話でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。